こんにちは。こんにちは。仙台シリアルのビデオ第11回始めたいと思います。よろしくお願いします。今日はアームの GCC ですね。はい。はい、デバキング4アーム GCC？ そうですね。ビジュアルスタジオがGCC のコンパイラーに対応したっていうのを見落としてまして、ね、はい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 。でちょっと今年になって少し確認をしました。はい、でビジュアルスタジオで、編集をして、GCC のコンパイラー起動してっていうところまでは、見てたんですけど、さらにプレビュー版だとデバッキングができると。うん、ということでデバッキングちょっとまだ確認してないので、この場で確認してもらっていいですね。はい、思います。はい、はい、実験みたいな感じで、はい、じゃあ、よろしくお願いしますと。はい、はい、でどういう感じでやっていきますかね。あ、そうですね。じゃあちょっと一旦切り替えて、参考にするのが、はい、このマイクロソフトさんから出ている、はい、ブログですね。うんうん、でここ見ると、ARM の GCC クロスコンパイラー、ビジュアルスタジオということで、はいはい、これ去年出てるブログだったんですけど、はい、完全に見落としてます。で、ざっくりと言うとですね、ARM のエンベッドのオンラインコンパイラーで作った、プログラムを、はい、ここにありますね。GCC でエクスポートをして、うん、で自分のローカルに置きます。はいはい、でローカルに置いたものを、ビジュアルスタジオの、フォルダーを開くという機能で、はいはい、開くと、うん、インテリセンスとか使えますと、うん、なるようになってます。はいはい、でさらに、右クリックで見えますかね、ここにある。はいはい、ビルドとか、はいはい、っていうコマンドがあって、それを叩くと、うん、ビジュアルスタジオのバックで、GCC が動いて、バイナリーができる。はい、はい、なるほどね。はい、という格好です。いいじゃないですか。メイクファイルでやるってことですかね。普通の VC だと、VCX プロジェとか、ファイルがあって、そいつが管理してると思うんですけど、そうですね。この場合は、そのエクスポートした時にメイクファイルが出来上がっているので、はいはい、そのメイクファイルをこう起動するというわけですね。はい、でちなみにこれだと、従来もできなくはなかったんですけど、そのフォルダを開くっていうのをカスタマイズみたいな、はい、設定ちょっとすればできなくはなかったんですけど、GCC を別途入れなきゃいけなかったというのがあります。はいはいはい、うん、ただですね、この、ビジュアルスタジオの 15.5 からは、C++ のところにある、出るかな、ちょっと見てみましょう。インストーラーを、オプションをポチッとこう選択すれば、ビジュアルスタジオの方から、GCC がインストールができるという形になってます。ツールチェーンをマイクロソフトが配布してるってことですか？そうです、そうです、そうです、うん、ここですね、こんな感じ。はいはいはい、あれ、ビジュアルシーン、ここだ、ごめんなさい、そっち、エンベレット開発、エンベッテッド開発と IoT 開発ってことですね。はい、これをこうチェックすると、GCC が放り込まれると。あ、なるほど、はい、それ GCC って今は ARM だけが対象なんですかね、そのツールチェーンは。ちょっとよくわかんないです。でも ARM EBI で入ってるので、そうですね、ARM 向けのビルドのものが入ってますね。なるほど。多分なんかこう、VC だけでやってきた人たちは多分そんなに気にしないと思うけど、今までなんか例えば、シグウィンとか、MSYS とかでやってきた人たちはなんかツールチェーンはどうなってんだろうみたいなのはちょっと気になるかもしれないですね。ちょこの、ビジュアルスタジオの Linux の下に GCC ARM というのが切られて、はい、でここに、そのままツールチェーンが入っていると。なるほど。ここに、そうですね、瓶のところが ARM の EBI ということで、ARM ターゲットと。なるほど。なってます。はい、で今現在だと、その編集とビルドは、最新のビジュアルスタジオで対応しています。うん、はい、で
デバッグに関しては、プレビューで配布してるバージョンで、まあ、できると、うん、なので、プレビュー版使わないとちょっとデバッグができないなというような状況ですね。デバッグと一言で言っても、これそもそもこの、 あのチームブログでは何をターゲットにしようとした話なんですかね。なんかあのビルドはできるじゃないですか、うん、でそれをビルドしたバイナリーをどこで何で動かすみたいな話とかってここでは言われているんですか。この記事では、まあ、何向けってちょっと書いてないなと思うんですけど、うん、一応ターゲットしてるのがニュークレイの F411RE ということで、あの ST リンクが載っている、ターゲットになってます。でそれターゲットで、うん、まあ、このあたりはビルドして、そうですね、ここまでビルドですと、うん、でここから下が、プレビュー版で今、できるようになったデバッギングっていうこと で、うん、でデバッギングに関してはちょっと試してないですけどね、うん、GDB で、うん、OpenCD でということが書かれています。ああ、なるほど、はい、まあ、多分なんかあんまり馴染みのない人にはどうデバッグって言ってもどうやんのみたいな感じだと思うんで、なんか軽くなんか僕の知ってる範囲ではなんか OpenOCD っていうそのまあフリーのやっぱりあのこうデバッグのドライバーといったらいいのか、なんかそんなようなあのものがあり、でそいつが間に入ってターゲットのデバイスとその通信してでそのデバッグできるようにするみたいな、まあ、ざっくりとはなんかそういうイメージでいるんですけど、うんうん、どうなんですかね。まあ、ちょっとねこれまだやってないので、うん、はい、今日やながら今日やると、はいはい、やってみながらできたらいいなと思います。うんうん、で、まあ、これちょっと英語なんですけど、はい、一応ですね、私が試したをブログにちょこっと書いてあります。あ、はいはい、まあ、ただですね、この1月14日の記事なんですけど、うん、ビジュアルスタジオで編集して、うん、まあ、ビルドすると、うん、はい、書いてるんですけど、うん、まあ、デバッグまだやってないので、うん、書いてないと、はいはい、いう状況ですね。うん、先ほどのツールチェーンの話もちょっとだけ触れてます、ね、うん、どこだったかな。あ、これですね、GCC631 っていう、うん、はい、まあそれだけです。ああ、なるほどね。631、まあ、ちょっと古いかな。まあまあ、でもまあ。まあ新しいですよ。うん、6系では最新ですね。そうですね、はい。はい。というわけで、じゃあこれに習って、はい、今からやって、まあ、デバッグをやってみようというわけですね。はい、うん、で上から見ていきますと、まあ、エンベッドの、オンラインコンパイラーで、うん、まあ、なんか作って、はい、エクスポートすると、うんうんうん、で一応こちらにエンベッドのラインコンパイラーで、ああ、まあ、こうサンプルでベントできるやつです。ああ、はいはい、でエクスポートはもうやっときました。ああ、はい、エクスポートしたものが今はですね、それいわゆるエルチカですかね。そうですね、うん、はい、そうですね、どうだったかな。あ、これですね、これエクスポートしたものになります。C++ がまあ、L 地下ですね。はい、ね、LD1 をつけて、はい、待って、消して、待ってみたいな感じでループしてます。うん、こうですね。それ以外に、さっきちらっと書いてました、うん、メイクファイルが、はいはいはい、ありますね。はい、出力されてますね。そうか、これはエンベッドのサイトで、まあ、なんか L 地下のサンプルコードをエクスポートしたものってことですよね。そうですね。で、エクスポートするときに、エクスポートのターゲットの選択があってですね、はいはいはい、そこで、GCC を選んでます。はい、あ、はい、なるほどね。はい、あ、そう、他の選択肢としては、その ARM 社があの出している純正のコンパイラーあるけど、まあ、そっちではなく、あの GCC を選んでおく。そうですね。あ、ここにありました。あ、ほうほうほう、まあ、作ったものを右クリックでエクスポートと。うん、はい、うん、でエクスポートの種類がにゃーっといろいろ出てくるので、うんうん、まあ、気になるところとしてはこの VS コードっていうのがあるんですけど、ちょっと今回はスルーしてですね、はい、GCC、はい、なるほど、こちらを選ぶと、はい、で選ぶとファイルがあの落ちてくると、はい、まあ、今準備してある状態です。なるほどね。でここから、ビジュアルスタジオで開いて、デバッグに突入と、うん、はい、そういえばなんか
素朴な疑問、そんなに専門でやってないものとしての疑問としては、ビジュアル C++ でも ARM をターゲットとしてバイナリーって吐けるんですけど、そうではなくて GCC を使うってことですよね。そうですね、うん、あっちはなんかターゲットのウィンサーミーなんですかね。なんか要するに組み込みの方で使われているバイナリーのフォーマット、 L4 フォーマットではなくて、いわゆるDLL とか EXIT の、 P フォーマットで出るから、まあ、同じ ARM のコンパイラーといっても、まあ、やっぱり GCC と VC プラプラではちょっと分けてやるしかないという感じですかね。まあ、よくわからないですよね。その辺 の、 ライブラリーとか、その、うん、特にブートローダーあたりの仕掛けが、はいはい、まあ、取っ払って、うん、はい、ベクターテーブルに差し込めるかどうかっていうのはね。ああ、はいはいはい、はい、まあ、全然情報もないし。ああ、そうですね。その辺はなんか GCC の方がなんかいろいろ実績というかいろんな人もやってるんで、多分情報としては集めやすいんじゃないかなっていう気がします、うんうん。まあ、そういう意味ではコマンドラインではできるんでね、うんうん、GCC で。でコマンドラインでできるところを、うん、ビジュアルスタジオから操作できるようになってるっていうのと、まあ、プラスアルファあれですね、インテリセンスが、うん、ARM GCC の、うん、はい、スタイルに、はい、一応合わせられてるはず、うん、はず実際どういう違いがあるか詳しく知らないので、うん、誰がというか、どのライブラリがどうやって実現してるのかっていうのは興味深いところです。分かんないですね、うん、はい、じゃあ、はい、VTR スタジオで、あ、ちなみに今日使うターゲットはこの英語のブログのハードウェア全く一緒じゃなくて、はい、英語のブログだと411、はい、ですよね。ST、そうですね、ニュークレークの F411 だったんですけど、はい、ちょっと今日用意しているのが、こちらの、はい、F401、はいはい、を用意しているのが何が違うんですか。ちょっと違います。 CPU が違う。 CPU が違う CPU 違うと何が違うんですか。あ、いろいろ CPU が始まるんだみたいな。ペリフェラルが、いや、そこは突っ込んでほしいんですけど、いや、なんでもないです、すいません、はい、ペリフェラル違うぐらい、容量とか、ロットが、まあ、容量違うものもでありますね。あ、なるほど。まあ、でも大体同じような感じでできると、まあ、いろいろと、まあ、どちらもコーテックス M4 なので、はいはい、まあ、それが違わないといえば違うんですけど、違うといえば色が違うと、まあまあもちろんそうですけどで一応立ち上げてるのはビジュアルスタジオプレビュー版で、はいはい、さっき最新にしたので、うん、バージョンが 15.6.0 プレビュー 3.0、はい、さっきのブログの記事だとプレビュー2で書かれてます、はいはい、なんか違ってました。わかんないです。あ、わかんない、結局わからない、わからない、サイはわからず、で、フォルダー開く、間違えた、オープンフォルダーの方ですね。あ、よかったです。フォルダーで、先ほどの、そうか、VCX プロジェがあるわけじゃないから、フォルダーで開くみたいな感じなんですね。そうですね、フォルダー開くですね。これは、まあ、別にここは ARM GCC 固有の動き何かあるわけじゃなくて、うん、はい、まあ、今までもできた、うん、まあ、見れますね、はいはい、インテリセンスは、まあ、一応機能してますね、うんうん、まあ、なんとなく機能してます、波線出ないし、はい、そうですね、あ、ですね、あ、まあそうですね、そうですね、うん、あ、出ますね。うん、聞きますね。はい、なるほど。で、うん、これをじゃあ、ビルドをしてみましょう。はい、はい。で、ビルドは、でもちょっとカスタムしないとビルドできなかったはずなんですよね。ほう。ここにちょっとありますが、これですね、CPP プロパティーズ JSON。ほう、JSON ですね。突っ込まないといけないって書いてあるので、うん、で、メイクファイルミニボタンビルド、はあ、もうこれなんか多分いけるんじゃないですかねビルド、あ、ないですね、あ、ないですね、ないですね、うん、寂しいですね、ないですね、ないですね、どこにもないですね。じゃあ今CPP プロパティーズ JSON を作る必要が、はい、作らないといけないですね。これどうやってやったかな、
プロジェクト設定の編集 CPP プロ、はい、英語版ですね、あ、ありました、うん、とクラウドなんかからの空のものが出来上がります。空のものはこの MSVC の設定になっているの で、うんはい、でこれを GC シャームに変えますと、うん、自分のブログの記事からあこれエラーだなぜかエラーって書いてあります。で保存と、うん、保存しますするとビルドが出ませんね。出ませんね。なんででしょうね。さっきの変える必要があるって書いてあったの？ここかな。ここが、はあ、エラーが出ましたね。なんでこれもハイフンが正解ですね。あ、これ何をやってるかというと、はあ、GCC、はあ、ですね、ブログだと GCC ハイフン ARM って書いていて、うんうん、ただ VS の、15.5まあ、プレビューじゃないやつだと、うん、GCC アンスコアームじゃないとうまく動かなかったって、はあ、今出てる通常版はアンダースコアで、はいはい、でプレビュー版はハイフンですしっていうちょっとした罠があった。で今確認したんですけど、うん、なるほど、ハイフン正解です、ね、でも出ない。出ないですね。出ないですね。一回閉じますか。あ、オープンした時にしか認識しないかもしれない。かもしれない。かもしれない。うん、そこ反映されたはずですけどね。あ、出ます。出ないですね。なんか違う。ビルドができない。注釈としては一応プレビュー版なのでいろいろと。うん、ハイフンとアンスコレクト。バッチリ機能しますと書いてある。あ、これはまだインテルセンスですね。ああ、ちょっとビルドの方の記事を見ますか。ビルドは、なるほど。英語表示に切り替えると出てくる。ああ。そう。なので英語表示にしてあるんですけど、ね。はいはい。ですね。それだけですね。出ませんね。出ないですね。じゃあ諦めて、お、プレビューじゃない通常版の方で見てみましょう。はいはい。出ない。あ、エラーが出た。あ、これはあれですね、さっきのハイフンかアンスコアっていうものですね。 CCP プロパターズですね。あ、古いからね。そうですね。を認識しました。だけど、あ、出た。あ、出ましたね。あ、出ましたねあれ、さっき出てたかな。わかりにくいんだよな。わかりにくいんだよね。なんかあの VS2012 の時になんかアイコンとか一掃されちゃってなんか非常に寂しい。しかもわかりにくい。僕なんかあんまりなんか絵とかで認識する方なんで、なんかあれないないないとか言って画像処理、うん、そう画像処理してるんですよ頭っていうのを2012の時にまざまざと感じたというか。これをまたハイフンに戻す。閉じる。で、どう使えるの？あ、出てました。あ、出てた。あ、気づかなかったですね。じゃあこっち閉じて、プレビュー版でいきましょう。はい、はい。ビルド。ビルド。ってやると、この GCC が、やめろやっとコンパイルを。そう、なんかヘキサファイル出してますね。
まだターゲットにはそう転送してないですね。ビルドしてるですね。そうですね。ビルドするだけですね。うん、ビルドの、あ、できてますね。はは、はい。なるほど、ビンと。はい。で、まずこれで、これちょっと動かしてみますか。そうですね。ルチカみたいなのができました。今ここから基板を出してそうですね。あの2カメ3カメがあると発してるんですけどちょっと、2カメ3カメは今あのサーフェイスのカメラしかないんでちょっと見えてないんですけど、今準備して見えるようにします。どうですかね。これですね。出しました。で、USB をつなぐと。LED どこにありますか。いやー、今ついてるやつかな。あー、それが緑だったかな。じゃあちょっとこのバイナリーを、うん、これをコピーして、うん、インペットドライブ貼り付けします。エンベットね、点滅しました、ね、あ、しましたね。あの緑のがちょっとピカ、そうですね、緑でしたね。ちょっと遅めについてますね。そうですね、うん、で一応あのビルドは簡単にできますと、うん、はい、さっきちょっと、はい、あれですね、うん、あの CPP プロパティーズ JSON の書き方にコツがいるっていう、ね、あのメニューをよく見ないといけないっていうのがあります、ね、まだねプレビューだから、まあその辺しょうがないかなっていう気がする。もうちょっとなんかブラッシュアップしされるといいなとは思いますけどね。そうですね、うん、そうですね。で、まあここまではあの余興というか前準備というかですね。そうですね。今日の今日はちょっとデバッグもやってみたいな。そうですね。今動かしただけですからね。そうそう、ここからデバッグをしたい。でデバッグはまだやってないのでちょっと手探り。うん。でここはあれですね。メニューを追加して、うん、まあ、タスクっていうのでメニューを追加して、フラッシュっていうのをメニューを選ぶと、うん、コピーをするっていう、うん、手でやればいいかな。あ、そう、あのエンベットは知らない人のために説明しておくと、さっきみたいなあの評価ボードをこう USB で接続すると、そうするとあの USB メモリみたいなあのドライブが見えるんですね。でそこにファームやあのさっきビルドしたあのビンファイルをコピーするだけで、それで書き込みができるという、あの なかなかあの楽なっていうのは、それ以前のものだとどういうふうにやってたかというと、ライターソフトみたいなのがいるんですけど、まあ、そういうのと違って、あの単にファイルをコピーするだけであのファームやの書き換えができるという、まあ、その辺が楽なところですね。でメックファイルを編集しましょう、うん。つまり今やろうとしているのは、そのビジュアルスタジオのそのビルドタスクの一つとして出来上がったバイナリーファイルをそのエンベッドのドライブにコピーすると。でコピーすればファームウェアの書き換えというのはまあそれで完了するので、でまああとはちょっとその先はまあこれからやるわけなんですけど、そのオープンオフ CD というのを使ってデバッグするという手順ですね。それをできるように今あのコンフィグを書き換えようとしていると。そうか、実は場所がありますね、ここに、デバッグシンボルを、まあ、出力に付け足すために、うん、GCC と G++ に -G をつけなさい、ね、あ、そうですね、まあそれは言いますね、でメイクファイルの中の CC と CPP に -G、うん、というのをつけてつきますと、うん、で保存しました、はい、再びビルドです。やっぱりクリーンしておきますか、うん、ビルド。でこれでデバッグ情報付きでビルドされると。そうですね、うん、終わったかな。まあなんか見た目は、うん、まあまあまあ、はい、変わりますね。そうですね、はい、できました。じゃあこ
こでビルドはできたので、ここでビンファイルをデバッグ&ロンチセッティングス、ビンファイルで、おお、これですね、うんうん、おお、なんだこれ、ここに、どれだ、あー、これですね、C++ デバッグマイクロコントローラー GDB サーバーって書いてありますね、ふにゃふにゃふにゃオンマイクロコントローラー、一つ上には GDB の選択肢もありますね、一つ上は Linux ですね、うん、はいはい、ああ直接 GDB を使うと、で今やろうとしているのは GDB サーバーの方を選ぶということですね、こんな感じですかね、うんうん、ブログもこれ選ぶと、はい、なってますね、そしてそして、うん、ローンチ VS.json を書かなきゃいけないのかな、これやってみますよ、うん、セレクト、セレクト、あーなんか来た、あーこれが来た、しかもなんか変なフォルダーにできてますね、アップデータの下に、うん、なんかいろいろできてます、いろいろできているので、この中に、うーん、プログラムを変えてちょうだいと、はいはい、あれアップセッティングスの下にそれができるとあんまり嬉しくないですよねなんでそんなになってるの、あでもこれなんかなんとなく正しそうな、うん、なんか自動で入ってるような感じですね、あそうそうそう、今なんかサンプルで出たのはなんか直接サンプルコードへのパスですよね、これね、ニュークレオブリンク LED エルフとか書いてあるけど、アップデートされてるかもしれないですね、うん、そうですね、あれならわかる、で、デバッカーパス、うん、デバッカーパスは、ああ、書いてありますよ、パストゥーユア GDB サーバーとか、まあ、書いてあります、ね、書いてあるけど、うん、今あったな、これでした、あ、それ、あ、GCC、 あ、これはいいですね、これはビジュアルスタジオに付いてるやつですね、 GDB の方ですね、はい、もう変えろって、はい、もうちょっとあれですね、ブログの記事と実態が若干ずれて、微妙に違うか、あファイルエグゼット&シンボルズ、テキスト、あ違うな、これですね、あこれですね、あこれもなんかなってますね、またセットフィールド、あこれか、こちらコードファイルイネーブルティブインフェンド、何言ってるんでしょうね、これはまずビジュアルスタジオが GDB をキックします、ああでアディショナルコマンドか、じゃあちょっとスルーしましょう、GDB ブッカサーバーです、このこれですね、でこれですね、デバッグサーバーパス、ああはいはいはい、GDB サーバーのパス、GDB サーバーのどこだったかな、方向指示はここですね、見てみようかな、そこにオープン CD のパスを入れますと、
まあ、あ、はいみたいな。ありがとう。はい。ボードコンフィグは？それ。そうですよね。これいつも迷うんですよね。あの、この入庫量はあったような気がするんですけど、オープンシーに。ニュークレオなんとかだったかな、割と自動認識でニュークレオなんとかでいけたような気がする。でもね、過去に、VS コードでやった記事があるので、うん、記事というかメモかな、メモですね。あ、これか。ニュークレオ L4 違うボードです。あの、まあ、オープン CD のボードのフォルダー見れば分かるような気がするんですね。さすがですね。 TC に押してます。ニュークレオ ST ST ニュークレオ、あ、なんかいじってますね、うん、F4 かな。まあ、F4 かなんかでいける。あ、F4 違うのかな。丸1がないんですよね。 F4 ぐらいしかなんか F4 ぐらいしかないですね。ついた方がいいですよね。そう、ボードだったかボーズだったか忘れる。ボードか。あ、まあフルパスなんだ。ああ、これパスの区切り、あのスラッシュにしておけばいいですかね。うん、ような気がする。なんとなく。まあとりあえずいいですか。うん。保存しました。はい。で、で。F5、うん、これもちょっとありますか、ね、うん、F5、うん、F5 しようと動くはずだと。何かが動いている。それかなんか、まあ、ああ、そう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 。ユネーブルトゥースタートデバッキング。あ、今までデバッカーパスがダメだった。あ、あ、あそれは MSYS っぽく書いた方がいいのかな。これですね、これがダメって。デバッカーパスね、あんまない。あ、でもこれなんかさっき見たときにありましたよね。アームのあの GCC とか置いてある場所に GDB もあったような。この環境変数っぽいのがどいくつかですね。MGCC パスもなんかよくざっくりした名前だよな。ターゲットプラットフォームとかどうなってるのかな。パスにしときますか。どうも、ひどいことになります。あ、みんな下かな、うん、そうそう。頑張ろうとしますね。
くるもんな何も出ないからわからないけど、ね、なんだろう、一体どういうことかな。来ないですね、なんですかね、まあ、プレビューですからね。まあまあいや、なんか僕がこないでやった時のやつはなんか一応動いたふりはしたんだが、間違えた。あ、画面出しました。あ、いや、ちょっとこっちで見るだけ。どうしたんだったっけなと思って。こないだといってももう3週間くらいの話なので覚えていなくてですね、あの僕の方の環境では、うんうん、.vs のフォルサブフォルダーの下に、うん、ローンチ vs.json っていうのがあって、そこに書いてたんですよね。あ、はいはいはい。で、内容はこんな感じなんですが、ちょっと今別のマシンに入って見てんですけど、これですね。ちょっといろいろ出すぎちゃっててわけわからないので、こんな感じ。はい。で、これが、どこにあるかというと、作ったそのプロジェクトのフォルダの下のあの .vs の下にローンチ vs.json っていうファイルがあって、でここにどうもそのデバッグの時に使う設定とかが格納されてるみたいなんですよね。で、なんか記憶によると、残念ながらこれの差分は Git に保存してなかったのであんまり覚えてないんですけど、なんかここのデバッグサーバーパスを OpenCD のパスに変えて、それから ARG は、ボードの ST ニュークレを F4 にして、で、そんだけだったかなあ。デバッカーパス、デバッカーパスは ARM の、そうですね、あのビジュアルスタジオにさっきついてたあのパスですね、 GDB のパスを指定するみたいにやってますね。これで動いたような気がする。うん、こんな感じなんですよね。いますか、ちょっと切り替えます。いや、ローンチ、はい、あ、こっち、こっち、あ、これ実施しようが、あ、そこですね。あれですか、その今作ったプロジェクトの配下にあるローンチが、あ、あそこになったら、それ変えたらどうですか。こんなはなんて。エラーも何も出ないですね。で、ビルドすると。ダメですね。あとは、そのすぐ下にある AMI デバッカーパスに Visual Studio の配下の GDB、うん、GDB がこんな感じで指定されている、これですね。うん、で、あと、OpenOCD はここかな。うん、うん、良さそうですね。なぜだ、これあれですか、このプロジェクト持ってってそっちで動かしてみます。
今の自分のマシンでやれば動くような気はするんだけど、ちょっと撮影的に難しくてですね。なんで、これの、このプロジェクト一式だったらそっちを持っていきますよ。うん、USB メモリーかなんかで。これ固めるか。これ GDB が動いてないのか、うん、OpenOCD が動いてないのかをまず調べなきゃいけないと思うんですよね。そうですね。それはあれじゃないですか、パスをわざと間違えてエラーが変わるかどうか見ればいいんじゃないですか。うん、ちょっと今舞台裏では USB メモリーを準備しています。オープンシリーはこれです。マイクに触ってしまった。 GDB？ これとそうかなちゃんと動かす前にファイルの存在チェックしてますね。あ、してる。あ、じゃあ反応はしてる。追加されちゃう。うん、そうそうそう。そうです。自分やんなくて。うん。選べないです。選べない。じゃあデバッグとかできないです。今やっても。ああ。ここでそれでここで選んでみたんですけどね。うんうん。なんだ、なんか出た。うん、Win32じゃないってそりゃそうですよね。ああ、まあまあそれはそうだね。GCC に変わってないっぽいですね。なんでだ？あそこかな。めっちゃ混乱だな、ハイフカウントアンスコ。なぜアンスコにしたし。まあ、ダメですね。プレビューですからね。で、こっちの環境が私の持ってる環境で、ちょっとね、今、リモートデファック経由でやった、リモートじゃない、リモートデスクトップ経由でやってて、ほんまに動くかなみたいな、ちょっと心配はあるんですけど、まず、メイクファイルはビルドはできる。なし、まあ、ちょっと、もう一回クリーンしてやり直しますか。いけましたね。こんな感じですね。で、どうやってたか、こっからデバッグと、ああ、でも違うな、これ。あ、これか。あ、でもダメだ。もうない。これをね、ここでこうやると例によってこれが出てですね、うん、そして余分な1行が追記されるんですよね。1ブロックね、うん、ここの下の JSON ですね、うん、なのでこれいらないから、
これ改善してほしいですね。でもまあやるでしょ、いくらなんでも分かってるでしょと信じたいけどまあプレビューなんでねプレビューなので、こんな感じ。うん、これで結局元のやつだけになったはず。あれ過去足りてないか、クリーンな、うん、なんこれ何線出てる、うん、何言ってんだお前は。そうと、ああそういうことは別にいいです。はい、でこの状態で、まあ、これかな、あれ出ないですねうわあ、まあ死の病にかかってんのかどういうことや、ダメですね、コマンドプロンプト、他ないよねこれだけでね。この間のアップデートで無事死亡するようになってしまったのか、これは違うよね。でここで、ああ一応認識はされてるんだ、エントリーとして。今増えたやつを増えたままにしたらこんな風に2つになったので認識はしてるっぽいけど、なぜか動かずみたいな。うん、このネタをやるときにはハマりどころがあるとするとオープン OCD かなみたいな話をしてたんですが、全然そんなとこ行かずなぜ動かない、なぜ動かない。あれですけどね、あの VS でインテリセンス使うための開くとこでも結構ハマりましたけどね、さっきのアンスコとか配布とか、はい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 、はい、そうですねなのでまあ、ね、多分ちょっとした工夫がいると思います。いろいろ突っ込みたくなるところなんですが、まあプレビューなんでねってことにしときますが、ちょっとなんか動かしたいですね。デバッカーデバッグできたのにこの間なんでなんだろういやーなんか本当わからんわ。そうだよね、いやこの辺で合わせてよって感じなんだけどな。お、ちょっと動いたけど例外が発生しました。はあ。例外が発生しました。例外とは。しかも例外。あ、かかった？あ、かかったね。ちゃんと LED もブレーキかかってますよ。カメラ横に出したらいいんじゃないですか。自分が映っちゃいました。ですね、今は LED が消えてる、うん、ここに、うん、ここですね。はいはい。でいいですね、大丈夫。事故。ああ、今ピカッとなりましたね。ここで止まんないですね。
なぜああなりましたねピカって。おお微妙やな。これ今オープン CD って自分が持ってたやつです、それとも僕のやつ。あ、自分が持ってたやつ。あ、そうです。お、手動でこっちで立ち上げて、あ、はいはいはい、で、VS コードからは、うん、GDB サーバー立ち上げて、はいはい、このオープン CD につなぐっていう動きでやってます、ね。うんうん、はいはい。というわけでハードはなんとなく問題なさそうだけど、うんうん、プレビュー版ではうまくいかない、うん、そうそうですね。いやなんか、うん、まあね、微妙やな。ちょっとちなみにちょっと僕がビルドしたやつでそのまますげ替えて動きます。ちょっと待ってください。難しい、なかなかにですね、なかなかにですね、なかなかに大変なんですけど、閉じて、閉じて、うん、プログラムを使いたいってことですよね。あ、そう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 。さっき僕の環境で動かそうとしていて結局動かなかったんですが、前の最後の時には動いていてですね、その時に使ったオープン OCD で、これは自分で自前でビルドして全部スタティックリンクしたというやつなんで、なんかちょっと待って、ね、プログラムっていうのは、うん、サンプルプログラムじゃなくて OCD を使ってほしい、ね、うん、そう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 。あ、じゃあこれがなんかちゃんと動くんだったら、僕なんか Wix 使ってインストーラーに仕上げてみようかなとか思ってるんだけど、そうするとなんか対応デバイス、あのデバイスと言ってるのはあれですね、 JTAG のアダプターとかあの辺のやつが一応全部使えるバージョンなので、なんかいろいろいけていいんじゃないかみたいな思ってるんだけど、あ、パスの切り方が違うな。でもビンだけ通ればいいはずですよ。瓶だけあればいいやつ。え、設定ファイルとかは？もう指定しなくても -f で普通にボードスラッシュなんとかで書けば。あ、いや、それのボードの、うん、設定ファイルのパスが違うんです。あ、シェアのスクリプトのボードか。うん、そうですね。これが僕と違うんです。あ、このセットアップ。あれ書かなくてもいいですよ。え、これを？なんだっけ？これですね。ボードなんとかとか、うん、そうそうそう、そんな感じで指定すればいい。絶対パスを指定しなくていい。いや、ここがいると思ってるんですけど。ここがあった上でのそこからはいからなので。あ、そういうそうだよ。書かなくても動きましたよそれ。あ、本当。うん。じゃあなしにします。ね、セットアップしたときもね、ちょっと、これはこれでやったので、プログラムは今の使い方で、うん、そう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 。あ、それじゃないか、渡したやつ。ひょっとしてそれひょっとしてなんかどっかから持ってきた別のやつかもしれない。自分のビルドしたやつじゃないかもしれない。渡したの。で、201708211になってる。はい、あ、じゃあ違うわこれ。あ、違う違う、ごめんなさい。僕のビルドしたやつじゃない。こっちだ。
ビルドをちょっと変えていこうかな。それはつらい。コードでいいんじゃないですか。マイズをちょっと外しました、うん、でビルドを消しておこう。ん？あ、なんかないって言ってた。エンベッドドライブを認識すると勝手に出てくるんだったかな、VS コード。そう。あの、アルドゥイーノのやつでしょ、たぶん。これで今止まっているので。LED は？一回自分がついてる主張してるんですね。普通に結構、うん、おおいいじゃないですか。うん、おお。あ、ブレイクできますね、うん、この環境ではブレイクが効かなくてね、オーブン CD 疑ったんだけど動きますよ、ちゃんとね、動きますね、やっぱあれですかね、うん、疑わしきは VS の方ですかね。なんか色ちょっと今回いろいろ問題がありすぎたんだけど、ちょっと今の話だけで言うとひょっとしたら僕あのハイフォン OT とかじゃあ、ハイオー OS、はいはい、OS つきっぱなしだったかもしれない。見ましょうか。あ、ね、あれ、ちょっと、そうなんですよね。サイズのオプティマイズがデフォルトでオンなんですけど、うん、エンベッドから持ってメイクファイルの中にあるんだっけ。ハイフン、そう。今見ようか。あ、O0 になってるわ。O0 だわ。あ、O0。じゃあ、いい。なんだったんだろうなって言っても、今、追試したわけじゃない。というか、追試しようにも動かないんで、わかんないんだけど。分かんないですね、なんでもなんか。まあでも、ちゃんと動きましたね、よかった。VS コードのこの GDB のメッセージと見比べるかですけど、うんうん、VS だと GDB の会話が今見えない状態だったので、うん。そもそもね、そもそも。まあ、プレビューだけどねって言って、こう、中指立てたから。なんで動かんの。いや動いたんですよ、3週間ぐらい前は。それから忙しくなったから触ってなかったんだけど、うん、まあ今ちょっと画面を全体にしますか。これカメラですか。カメラ、はい、はいはいはい、
はい、まあ作業はこんなところですね。ああ、うん、そうですね。なんか残念ながら VS コードでは動いたけど、VS の上では動かない。そうですね。うん、なので今日は VS コードは動くね。はい、VS はなんかちょっとうまく動かないね。OpenOCD オリジナルの方が動いてね。うん、そうだね。まず、このなんか機能が VS に組み込まれたのが本当にまだごく最近で、そうですね、で去年末ですね、うん、僕の感覚で見るとぶっちゃけなんか、うん、ぐちゃぐちゃでまだ全然整理されてない、まあ、ドキュメントも整備されてないしね。そうですね、なんかあのブログになんかできるようになったよぐらい、うん、でなんかさっきのそのハイフンとアンダースコアの話なんですか、うん、あれも、はいはい、ブログの中はハイフンなんだけど、うん、なんかこういろんな人がコメントしてるコメントにその ARM ハイフン、うん、GCC ハイフン ARM っていうワードがあって、であれみたいな、うん、あれさ、なんかわざわざその名前にしなくてもあのいいんですよ、あの GCC のあの名前でいいんですよ、あの ARM な ABI とかでさ合わせとけばいい、まあ、だそうすればなんか分かる人には一発で、あここにあれ変えとけばいいのかなって分かる、いいんですよ、別にいいんですけど途中で変えないでねってまあそれねそれだからあれですか、あの、うん、まだプレビューと本ちゃんが違うので、うん、プレビューが本ちゃんだった段階で同じ名前に次変わっていればまあありかなと思います。 C なんか手でゴニョゴニョ変えなきゃいけないのに、なんかそのまああのこれってあのドトネットコアのプロジェクト JSON でも言われてたことなんだけど、なんかどこどう変えることができるのかできないのか、どう変えれるのかがさっぱりわかんないみたいな、まあ、さっきもあのハイフンとかハイフン外すと、うん、何でしたっけ、その JSON の定義ファイルみたいなその方を見に行ってチェックして、そこでエラーとかメッセージが出るんですけど、あの大元の定義を見ないと何が設定できるかわからないそうですね。でね、であのメイクファイル駆動にしたのはいいというか、まああのメイクあのグニューメイク経由でビルドしてるんだと思うので、それは別にいいんですけど、なんかその新しく CPP プロパティーズ JSON というのを入れる意味はあったのかみたいな疑問があって、いやそれやるんだったら別に MS ビルドにそこだけ乗っかりゃいいじゃんって思うんだけど、あのなんだろう、感覚的には VS コードが JSON 定義ベースじゃないですか、そちら側から持ってきたんじゃないかなっていう想像はありますけど、ね、あ共通ではない、ではない、でもまあ近しい感じがします。あとはなんか難しさ感じはそのターゲットモードが、うん、まあ今だと、うん、まあ、まだ途中だと思うんですよ、うん、そのビジュアルスタジオに GCC がようやくくっつきました、うん、ベッド入れなくても環境がある程度ポチッとやれば入ります、うん、で GDB まではつながってますね、うんうん、で問題はターゲットのモードがその用途によってバラバラじゃないですか、うんうんうん、となるとその OCD をあの PyOCD の場合もあれば、うん、OpenOCD の場合もあったり、うん、あとはじゃあ OpenOCD にどんな設定かけなきゃいけないっていうのが、うんうん、こうちょっと今だと場当たりできてるから、うん、そうそう自分で乗り切らなきゃいけない、乗り切らないといけない、うん、辛いよね。なんかあのクロスプラットフォーム開発を C とか C++ で書いてる人から見たら、なんで C メイク対応じゃないのとか思う、彼らはまたそういう目で見えるんじゃないかって気もしていて、うん、なんかどこにも着地しないようなこの方法はみたいな、うん、なんかその辺がちょっと気になりましたね。これはじゃあ今度シアトルで、うん、英語で突っ込むの無理だよそんなのあ、まあでもね、なんかあの一応なんていうの、あのメッセージとかウェルカムとか書いてあったような気がするんで、あのビジュアルスタジオの、あの説、あのなんだっけ、この機能を紹介しているページ、うん、ので、なんかあのそういうのを直接さ、それかあの GitHub のイシューが確かあったはずなんで、そこに投げるっていうのもありかもしれないけど、ちょっと1件だけ、あのビジュアルスタジオの、うん、フィードバックにはあげましたよ、うん、あ、そうなんですか。で
あの、まあ、初めてあげたんですけど、ビジュアルスタジオ。フィードバックってどこなの？ビジュアルスタジオ上で操作ができる。ああ。右上の。いや、それ、双方向じゃないでしょ、あれ。いや。返事書いてきました。はい。あ、そうなの、ね、あれ、フィードバックにすると、専用のポータルページで、その、フィードバックがポストできて、でそれちゃんと、更新されると、メールも来て、返事も来て、みたいな状態なんです。あ、そうなんですか。で、どうだったんですか。で、そのちょっと僕が挙げたのは、ですね、そのさっきの、ビルドとかクリーンのメニューが、あの日本語、言語を日本語にしてると出ないちょっと動きが言ってたね、で、それフィードバックを投げたんですよ、で、あの、まあ、ちょっとあまり英語が得意じゃないので、日本語で投げたんですよ、そうしたら、向こうで、まあ、担当の方にキャッチアップされてすぐ翌営業日ですね、翌営業日にキャッチアップされて日本語にトランスレートされて、あ、違う違う、英語にトランスレートされて、で、まあ、数日後に、C++ チームの方に回ってまでは良かったんですけど、まあ、結果、なんかちょっと上手くないような伝わらなくていや、やっぱなんかすぎただ、まあ、投げるのには意味があるから、GitHub に投げた方がいいんじゃないかな、それ。なんかあれ、これ GitHub 投げ先どこにっていうのがこの VS なので、あのさっきのページあります、あのブログの、あのブログあります、ブログって、はい、あのビジュアルスタジオチームの、はい、なんどこでしたっけ、ね、あ、そうそう、それタイトルなんて出てます、ARM GCC クロスコンパイレーションショーンインビジュアルスタジオ、ちょっと後ろにも出てますけど、あ、そうですね、あ、これですね、で、これの、ね、確かね、この辺からコメントはどこそこまたはメールでみたいに書いてあって、この辺かな、あ、これだ、これこれ、ここちょっと分かりますね、ここにリンクあるんですよ、で、これがもうほんと GitHub に繋がってるので、あ、じゃあ VS で投げるのは不適切なんですね。うん、もうね、あの辺ね、本当に届いてんのみたいなのがあるので、こっちの方がいいんじゃない、あ、VS Linux とかいうあのリポジトリでやってますね。うん、まあ、あれですよね、その、多分、そのネットコア絡みで、GDB 使って、リモートデバッキング。はいはいはい、の流れで、マイクロコントローラーもそこのチームがやってるのかなと思うんですけど、ちょっと違うんじゃないかなと思うところはありますけど、なんかね、もう、あ、僕見た時ね、まだね3ページぐらいしかなかったので増えてますね次々次積み上がってます一周が、なんとなくね、これ返事とかのことも考えると、なんかここに投げといた方がいいような気がする。ここは英語でってことですね。そうですね、あ、これあれじゃないですか、クローズも結構あるから割でやってるみたいですね。なるほど、あ、これコードもありますけどね、あ、コードはあれか、ドメインですね、GDB サーバー、わかります。次回はここに。ですね。あの、結構あれです。前回見た時よりもさらになんかあの増えたりしてるんで、活発にやってるようですね。あ、まあそれならまあ良くなるのを待つかみたいな感じですね。まあ、このまま誰にも相手にされずにしぼしぼしぼってなっていくよりはまだ見込みがあるかな。うん、じゃあぜひ私の日本語を。いやでもね、これね、いや僕なんかもうすでに、あの今僕らが上げるまでもなく誰かが突っ込んでんじゃないかっていう気はちょっとしてるんですけど、 MS ビルドとかで検索したら出るかな、わかんないな、オープンシューリモートターゲット、逃げオプションのアプライシーイネーブル、ちょっとわかんないな、はっきり書いてないですねラベルに何があるかな、バグとか C メイク、
エンハンスメント、まあ、でもさっきの話じゃないですけど、あるんですよね、うん、まあ、綺麗に動くように、うん、まあ、近々なったとして、うん、もう、まあ、ちょっと辛いですよね、設定系がね。うん、そう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 。うん、その、パイオ CD とかオープン CD も一緒に組み込まれて、うん、そのターゲット CPU 選ぶだけで設定ができるとか、うんうんうん、そこぐらいまでいかないとちょっと難しいな、うんうん。まず、なんかぼんやりと思ってるのは、あの、民 GWK のディストリビューションで、うん、あのスタティックリンクされた GCC とかのツールチェーン意識が定期的に配布されているようなそういうものを流用するっていうのは一つかなとは思うな、うん、なんか そうすればあれじゃないですか、アップデートのはそこに乗っかれるじゃないですか、あの、うん、言ってみればあの WSL 形式というか、あれはなんか Ubuntu に乗っかってるんだけど、でも GCC は今も VS に一応入って、まあ、この先メンテを発生すると思うけど、利用側としてはいいじゃないですか、うん、チェックするだけで、うん、今気にしてるのはその OCD 側ですね、うんうん、あー、うん、OCD はね、まああれだね、みんななんか自分でテレビ誘導したりなんか古いやつを持ってきて使うみたいにやってるから、そこは確かにありますね、うん、うーん、まあとりあえずあの僕はあのビルドしてるんで使いたい人はどうぞ、あの、バーシオを出しとくフロントに変えます、うん、はい、あのちゃんともうあの、あ、そうか、あれですよね、松井さんが OCD をフルビルドしてるので、うん、それをメンテを、うん、してもらえば、うん、それを使えばいい、おう、ドキドキ、多分そのうちあるでしょうね、ビジュアルスタジオエクステンションでこうさらっと、あー、さらさらっと、そうねは、あ、はい、みたいなこれですね。あ、画面出しますか。ああ、そうです、はい、そうです。このオープン OCD オンミン GW っていうプロジェクトをやってます。で、ここで、まあ、全部のライブラリをスタティックリンクしているので、オープン OCD エグゼしかないです。で、まあ、あとはもちろんコンフィグはね、あの別のフォルダーに切ってあるんですけど、まあ、基本的にダウンロードしてきて、まあ、そのまま、あの展開してパスだけ通せばあのそのまま使えるみたいな。ビルド済みってどこにあるんですか。ありますよ、あのリリースにあります、これだ、リリースのところにね、こんな感じで、まあでかあの、まあ、一応小さくするために WZ2 で圧縮してありますけど、この辺ね、なんかまだ動作確認がうまく取れてなかった、うん、そのさっき言ってたあの、うん、ブレイクポイントがなんか機能しなかったんで僕がやった時、うん、でそれがこれの問題だといけないんで、あんまりこれここから先進めてなかったんだけど、今のでちゃんと動くよねみたいなの見えたんで、まあなんかミックスかなんかであのインストーラー作って、であのここにまたあのリリースとして上げてやれば、そうすればなんかこうポチポチするだけでインストールできるみたいな、そんな感じにできるかなとは思っています。まあ近々、まあ、ちょっとね、そうですよね、ちょっとその GDB のハンドリングで VS とか VS コードはまだ不安な感じがするので、他の、そう、他のあの開発ツールで確認しておいた方がいいかもしれないですね。ですね。 OpenCD が使えるって言うと、あとあれですか、 Eclipse かなんかですかね。ああ、うん、その Eclipse ベースのものは多いですね、組み込み系で。 Eclipse ね、全く使ってないですよ、あのまだそんな組み込みとかで使われる前の Java の頃にもう全く分かんねえわと思ってやめたんですよね。なのでそれ以来使ってないんでよく分かってないんですが、まあ、そのあたりかな、うん、使うとすると、まあ VS コード VS コードでも、まあ、ちょっとそんなに使い込んでないですからね、うん、VS コードで、うん、あとは、あ、まあ、あるのはやらないしな、そうですね、そのぐらいかな。わかりました。じゃあカメラを。うん、はい。じゃあ今日の成果は？ありません。いや、そんなことはない。あの僕にとっては OpenCD の自前ビルドが、まあなんとなくもうちょっと動いた。もうちょっと動いた。動いた、うん。っていうのはあります。まあ、僕的には、あれですね、VS のデバッグはやってみたら、うん、うまく動かないので、うん、もうちょっとまとまった時間にやらないといけないんで、多分なんか罠がまだしばらくありそうな感じですね。
あ、でも成果ありますよ。あの問い合わせはここに投げるって。ああそうだね。いい、ね、多分ね、一周に投げるのが一番いいような気がします。 GitHub の一周に上げるのが一番いい。感覚的にはね、その分かんないですけどね、うん、その Linux チームって言われるとちょっと違うんじゃないかなって、うん、まあ VS Linux、まあ、要は組み込みに適したチームが、うん、あ、てか担当がね、そこに入ってるのかどうかですよね。なんかさっきのその VS のこの紹介のページでいくと、ここでいくと、このあのまさにこの今日僕らがやろうとしたこの紹介記事の最後にここにって書いてあるんで、なんか多分通じるの早いんじゃないかな。あとはなんかこの方ですね。あ、そのちょっとちょっと、ここの内容の問い合わせはそこで正しいというのは理解できます。で、その Linux 中心のチームでやってるっていうのが、なんかあんまりこう自分の中ではヒットしないので。ああ、でもそれあれですよね。理由は VS Linux っていうリポジトリの名前から来てるんですよね、うん。そう、まあ、みんなここに今そこが集まってるのかもしれない、まあ、そこ分かんないですよね。そこ分かんないですね。分かんないよね。確かに、まあそうですね。まあでもあれですね、あの、まあうまくいかないけどやりがいはあるよねって。ちょっとね、入り口もあるしな。多方面に手出しすぎなんですよね。全然進まない。まあ、本当はっていうか、まあ思うところは、うん、なんかオープン OCD はこっちで巻き取って、うん、で、もうちょっとアプリ寄りの方をね、うん、やってもらった方がいいのかなと思いつつも、うん、でもちょっとよくわかんないな。まあまあ、あの、さっき言ってたこの OpenOCD のやつは、基本戦略はあのソースをフォークするんじゃなくって、もうソースコードはね、あのダウンロードしてきてビルドするみたいなスクリプトでやるっていう方針でやってるんで、うん、あの変更も何もしてないというか、最小限の手順になっているので、まあなんかあの多分メンテナンスのコストは一番これが低いかなと思ってやってるんだけど、なので、まあ、あのプルリクとか引き取りとかウェルカムなので、あとはよろしくみたいな。ウェルカムは動かんとかです。動かんとかプルリクじゃない、一周で。そんな感じですね。はい、まあ、今日はこんな結論ですかね。はい、そうですね。はい、まあ、ちょっとあの中間はあのごっそりとあのカットしようと思います。うーとか言ってみんなで2人で悩んでた部分が結構長かったので、そこはちょっとね、あのテロップ入れて消そうかなと思ってテロップがずっと続いてるわけでこの間悩んでいます。しばらくお待ちください。まあでも現実はこんな感じですよね。そうですね。まだ、まあちょっとまだまだかなっていう感じですね。まあしゃあない、うん、まだあのとりあえずみんなの声に押されて VS もあの GCC 環境でいけるようにしつつありますみたいな、うん、みんなで一周を上げましょうと。そうですね。はい、じゃあというわけで、今回は以上になります。まあ次回はまた、次回もうちょっとこう、うん、楽なの確認が取れてるもの、ね、そうなんですよ。なんかね、あの先が見えないやつ の撮影とか結構しんどい結構しんどい。あの自分でやってるやつも、ああいう通信とかでもね、先が全く見えないやつをね、なんか喋るの大変なんですよ、うん、疲れますよ。先が見えないのが、はい、まあ、バレバレですからね。じゃあまあそんな感じで、はい、今回は終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。